インターネットあずみ野の平林昇です。今回はですね、農家と非農家で郷土を守る、こういうテーマでお話をさせていただきたいと思います。私の住んでいるこのあずみ野市は田園都市、いわゆるこの田園の中にですね、この神社がいわゆるこう点在して、ある意味ではそこに一つのこう集落があるわけなんですね。ですからこれ昔からこの長男の役割として、神社を守る、田んぼを守るってことをやってきたわけなんですね。これは面々とこう続いてきたわけなんですが、ですけどこの農業っていうのか、この米作りがですね、なかなかこうお米だけでは食べられなくなって、こういわゆる兼業農家になっていく、サラリーマンになっていくとですね。で実際、そういうことがあってですね、なかなかもういわゆるこの維持管理が難しい。だからここに住んでくるいわゆるこの一般のこうサラリーマンの方ですね、サラリーマンの家庭の方にいわゆる一緒にこう手を貸してほしい、そういうことですね。私どものこの地区っていうのか、地域コミュニティですね、ではですね、この農家と非農家でこの環境保全協議会っていうのを作ってるんですね。これは本当にこう田園を守っていこう、あの風景を守っていこうっていうですね、安曇野の風景を守っていこう、この具体的なことがいわゆるこの、あぜの草刈りをしたりですね、あるいはこう水路の泥上げをしたり、いわゆるこの農業の美っていうのか、水田の美っていうものをですね、いわゆるこの人間の作った美っていうものと、それからこの風景っていうのをこう一致する、まさしくこの安曇野のこの風景なんですが、これを維持していこう。その具体的ないわゆる作業がですね、実際この農家と非農家でこう行われているわけなんですね。確かにですね、今のこの時代、この一つのこの志がここにあるわけなんですが、なかなかこのいわゆる自分の時間っていうものをですね、この地域にいわゆるこの供出するっていうことは、なかなか今の時代いわゆるこのそぐわないってとこがあって、基本的には大きな流れはそこにあるわけなんですが、だからといってですね、そういうわけにもいかないっていうことで、実際今この農家と非農家でですね、この協議会を作ってるわけなんです。で、このこと自体がですね、ある意味もう一度この日本のある意味こう原風景であったりですね、あるいは生活であったりですね、もう一回このいわゆるこの忙しくない日本をもう一回取り戻そう、ただただ忙しく生きてですね、忙しく稼いでですね、なかなかこの充実したこう時間とか、いわゆるこのストックにあたるいわゆる手持ちってものがなかなか増えない。ですから一回ここでですね、こう原点に戻ろうってことですね。いわゆるこの体を動かして、まずこう労働してみよう、そこでこの共同っていうものをしっかりこう経験しよう、こういうものをもし帰って一回会社でこれをこうこのものの考え方だったり、このエネルギーっていうのを会社のエネルギーにしよう、社会のエネルギーにしよう、ある意味ではそういうその場になってるかなっていう気はするんですね。で今一番足りないのは、いわゆるこのなんとなくはこう人とのつながりができてるんだけど、本当にこう勢いを持ったこの人のつながりってなかなかこう薄れてきて、特にもう都会の方は何ですかね、この無縁社会っていうのか、いわゆるこの個々がただ生きてる、そんなことです。なんかイベントがあれば動くんだけど、日常的なつながりっていうところにこうなかなかそのつながりっていうものはこうなくなってきてしまった。だからなんかこう、イベントがあれば人が集まる、ある意味こう寂しさって思ったいわゆる状況かと思うんですね。これがイベントってことだと、ある意味これ祭りって言えばこう聞こえがいいんですが、いわゆる商業的なイベントには人は集まるんだけれども、日常的にはこう寂しく暮らしてるっていうですね、これが一つこう都会にあるかと思うんですね。でこの対極にこう田舎も実際これに近い部分を持ってるんだけれども、だけど田舎には一番のこの
いわゆる神社があったり、田んぼがあったり、その人が集まって、いわゆるものを作ったりですね、あるいはそこで共同作業するって場があるわけなんですね。ですから、この日本のある意味、この和っていうのか、いわゆる日本の本当の底力を出すには、ここに一度戻ってですね、いわゆるこの場ってものをですね、このいわゆる田園風景の中にあるこの労働の場、いわゆるこの共同の場ってものをですね、いわゆるもう一回ここで、再認識してですね、東京の人たちも本当にこう、人と生きるっていう気持ちになったら、遊びのがあるんじゃないか。あるいはこの田園風景をこういわゆる底支えしているところに、どういうこういわゆるこの何ですかね、メカニズムが働いてるかってことですね、経験してもらえばいいかと思うんですね。これをもってまた自分のふさわしいところに帰ればいいかと思います。これがこの安曇野の持ってるこの非農家と農家のいわゆるこの共同体、一室のものがですね、あるものを通してこう、融和していく姿ってものをですね、もう一度都会の人たちも、いわゆるそういう観点でですね、田舎ってものを見てもらえれば、いわゆる都会の良さも、田舎の良さも、いわゆる、なんですかね、両方こうエンジョイできるじゃないかな、そういう気がするんです。